西暦2022年5月14日土曜午後2時改めまして福山雅治です。割とねパタパタとした先週だったかな、まあライブがあって熊本なんですけど、熊本はですね28年ぶりのライブだったんですよ。でその前が、まあ、代々木で、だからゴールデンウィークがもうまさにそのライブという感じで、でそのゴールデンウィーク真っ只中に JFN スペシャルライフタイムオーディオ2022マイファーストミュージック14歳のプレイリストという特番がございまして、矢沢永吉さんからご指名いただきました。いやすごい対談すごいですねこれね、すごいですね。そのあたりのお話、そして熊本ライブ、代々木ライブ、様々な感想届いております。ご紹介していきます。 TOKIO FM をキーステーションに全国38局をネット。正春福山福のラジオ、東京 FM からお届け中、福山サルスクのラジオ、矢沢永吉さんデビュー50周年改めましておめでとうございます。先週はたくさんお話できて大変光栄でした。そうなんです、先週5月5日午後3時からのスペシャルプログラム JFN スペシャルライフタイムオーディオ2022マイファーストミュージック14歳のプレイリストがオンエアされましたね。矢沢さんとこうやってメディアでじっくりお話しさせていただくのは初めてなんです。でもまあお会いしたことっていうか、まあ、ご挨拶させていただいたことは過去に一度だけあります。それはですね、矢沢さんが経営されているレコーディング&リハーサルスタジオがあるんですよ。でそこで僕がその時はレコーディングかなリハーサルかやってた時に、今日矢沢さんいらっしゃるんでっていう話だったんで、取材されてるんでこのスタジオの中で、とあじゃあちょっともう本当に一瞬も5秒でいいのでご挨拶をということで、どうもすいませんちょっとお邪魔します福山です、といつもスタジオを使わせていただいております、本当にありがとうございますと、まあ本当に始めましたということでご挨拶させていただき、そしたらその時矢沢さん、もうグレートスーパースター矢沢さん、あどうも福山さん、いつも本当にこちらこそお世話になってます、よろしくよろしく、うん、いやすごいなと思いました、はい、だからこの音楽業界の先輩として、あどうも頑張ってるね、うんうん、とかそういう立ち位置じゃない、なんかそっちの方が想像してしまいましたけどね、そっちを想像しがちだけど、うん、そうじゃない、一人のスタジオの経営者としていやいつもお世話になってますご利用ありがとうございます的な、はい、素晴らしいですよね。今回のラジオも福山くんじゃなくて、うん、福山さんだったのが最初にまず印象的でしたね。確かにそうですね。感想メッセージ、はい、届いてるということで、富山県のですねともちゃんから感想メッセージ届いております。女子です。福山さんこんにちは。こんにちは。矢沢永吉さんと福山雅治さんの対談、とてもかっこいいラジオの時間でしたね。いやそうですか、ありがとうございます。かっこいいのは矢沢さんですよ。矢沢さんも福山さんもお互いリスペクトしながら真剣に熱く面白くお話しされていましたね。聞きながらお二人のかっこよさ、優しさ、強さなどを感じられ、トップスターになるべくしてなられたお二人なんだと思いました。いやいやいや、何おっしゃいますか、もう矢沢さんも僕なんて、もう福山さんは少し緊張されてましたか。それでもさすがラジオ界の国宝である国王いやいやちょっと待ってよ、360度全方位に気を使いながらの進行役完璧でしたね。矢沢さんも福山さんもとても丁寧な言葉でお話しされていることにとても好感が持てました。20歳離れていればもっと砕けた言葉になりそうなものですが、矢沢さんのかっこよくて美しい話し方素敵でした。13日からオーディと東京 FM の YouTube チャンネルで完全版が聞けるのはとても楽しみです。ラジオからオーラを感じられた対談でした。そうなんです、昨日からオーディと東京 FM の YouTube チャンネルで完全版が聞けるようになっておりますので、こちらまあおよそ1時間くらい1時間弱くらいの完全版が聞けるということなので、ぜひともお聞きください。愛知県なあちゃん48歳女子、
マシャこんにちは。こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。いやいや、先日放送された14歳のプロリスを拝聴しました。3月に末っ子が高校を卒業し、第二の人生をどう生きようかと模索していました。あら、そうですか。そんな時に矢沢さんがおっしゃった綺麗なもの、素敵なものは自分からやっぱ探しに行く生き方まあやれることが多いことは幸せなことですね。なかったら探せばいいんですよ。この言葉が私に変化をもたらしてくれそうです。今はこれからの私がどう変わるのかが楽しみになりました。素敵な放送ありがとうございました。今回の放送を聞いて、矢沢さんがどうして50年近くも第一線で活躍されているのか、72歳とは思えない若々しさを保たれているのかが垣間見れた気がしました。なるほどね。確かに年を重ねていったら自分から忙しくなるようにまた探し出すっていう話は、うん、結構印象的でしたね。いや、お元気ですよね、うん、僕なんてもう なんつうんだろう、もうどんどん探さなくなっていって65歳からねっておっしゃってましたよね。まあおっしゃってましたけど、うん、そうだな、探してんのかな、まあ、とにかくだらっとお酒飲みながらだらっと漫画読んでる感じが好きなので、まあ、そういう意味じゃだらっと読むための面白い漫画を探しに行ってはいますよ。あ、だらっとのために探すっていう作業ですね。そうそうそう、この、はい、自分をこう違う世界に連れて行ってくれて、かつこうリラックスできる、うん、その瞬間というとやっぱ漫画が多いので、はい、もう何でも漫画で読もうとしちゃうのよ。例えば漫画で読む般若心経とか、はい、調べたいけど結構知るためには結構勉強しなきゃいけないものって割とあるじゃないですか。親鸞とかもそうだし、はい、まあ、仏教全体もそうだけどね。で、まあ上積みは知ってんだけど、もうちょっと深く知りたいなってなった時に、はい、こう書物で読むのはちょっと手間だな。でそうなった時に今便利だね、漫画で読む仏教、はい、漫画で読むキリスト教とか、漫画で読むイスラム教とか歴史は大体漫画で覚えますよね。いや、もう漫画大好きえ、ちっちゃい頃からそうですかって。いや、どうかな。いや、歴史なんて僕全然勉強しなかったですから。漫画で読みますよね全部ね。例えばその幕末の話も、はい、まあ、武田鉄矢さんが原作、小山優さんが作画ですけど、大井龍馬、はい、いや夢中で読みましたね幕末に関して、うん、戦国時代は何だろう。僕電気シリーズの漫画です。ああ、電気シリーズで図書館にあったやつを、はい、あ、プロレススーパースター伝説ね。 あった、うん、え、それと歴史と何の関係があるの清水さん。いや、清水さん、今急に清水さんが、あ、福谷さん、僕それで思い出したんですけど、プロレススーパースター列伝もそうですよね。それと戦国時代の何の関係が歴史的なものというか、あれはどっちかっていうと、まあ、プロレスのお話のちょっと裏側というか、梶原一騎さんが、ね、読んだけども、作られた漫画でございますけど、まあだから今でもそうですよ。うん、漫画で読むシリーズ、はなんか調べたいなとか、なんかちょっと知りたいなと思ったら、何かっちゃ漫画で読むで読んでますね、はいはい、その情報が知れる漫画を探して行、うん、く感じですね。だから自分から探しに行く生き方してるんだけど、ほぼ漫画です、ね、少なくないと思います、そういう人の方が、はい、まあ、矢沢さん本当にありがとうございました。完全版が聞けるようになっておりますので、ぜひともオーディと東京 FM の公式 YouTube でお聞きください。止まらないハーハー、ライブアット武道館、矢沢永吉さんです。ライブアット武道館がこんなに似合う日本人アーティストはやっぱり矢沢さんじゃないですか。なんかやっぱりちょっとこう来日してる感があるよね、矢沢さんってね、日本にいるんだけどはい、はい、確かにカリフォルニアとかも似合いますし、なんか日本ずっといらしても来日感は、そうなんだよね、かっこいいですね。1999年テイクです。お送りしたのは矢沢永吉さんで「止まらないハーハー」
止まらないハーハー、ライブアット武道館でした。焼き付けておきたい景色がある。矢沢永吉50周年記念ツアーマイウェイ開催決定。